こちら盛岡競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ果たして何が行くでしょうか。ソシアルデジタル前に行きそうです。バンダムアーチそれに続いています。さらには薩摩カレント2番サンドペースとその後ろ、もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはソシアルデジタル、緑の帽子サクセスコラム、その後ろ薩摩カレント、そのうちに続いています。その外にアロマボンバ、その外からバンダムアーチ、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはソシアルデジタル、その後ろからはサクセスコラム、すぐ後ろにアロマボンバ、バンダムアーチ、それに続きます。すぐ後ろに薩摩カレント、その外からワンダフル翼、その隣にキングオブマシーン。 1000m を通過、少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。もう一度先頭からソシアルデジタル先手を取りました。少し開いてアロマボンバ、その外にキングオブマシーン、さらにはバンダムアーチ、前はソシアルデジタル、キングオブマシーン、先頭に襲いかかってきましたアロマボンバ、3番手さあソシアルデジタル、このまま逃げ切れるでしょうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はソシアルデジタル、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ソシアルデジタル先頭、2馬身から3馬身のリード、2番手はバンダムアーチ、ソシアルデジタル先頭、バンダムアーチ迫る、やはり強いソシアルデジタル、先頭はソシアルデジタル、1着でゴール、ソシアルデジタル1着、2着にはどうやらバンダムアーチ、勝ったのはソシアルデジタル。